アンリズ・ユベールはフランスの画家である。1860年代後半をフランス海軍の士官として極東で活動し、朝鮮の人々の生活を描いた旅行記なども執筆した。アルザスのオーラン県の陸斎ムーに生まれた。家族は祖父が創立した壁紙会社を経営していた。家業の影響で美術に関する興味は育てられていた。ストラスブールやパリで学んだ後、 1861年にブレストの海軍学校に入学した。海軍学校では1862年から1863年の間、海洋画家のオーギュスト・マイエールから絵や製図を学んだ。海軍士官になり、1864年にフリゲート艦ラセミスに乗船し